オーストラリアの沖合で反捕鯨団体のメンバー3人が日本の調査捕鯨に同行していた水産庁の船に無断で乗り込んだ問題で日本政府が3人を逮捕しないと決めたことについてオーストラリアのギラード首相は日本政府への謝意を示すとと,ともに3人の行動を非難しました。日本政府は水産庁の船にに無断でで乗り込んだ3人に任意で事情を聞いた結果 乗組員に怪我をさせたり船体に損傷を与えたりする妨害活動はなかったなどとして逮捕はせずオーストラリア政府に引き渡すことを決めましたこれについてオーストラリアのギラード首相は今日、日本政府の協力に感謝するというコメントを発表しました。そのの上上で、ででで、人の行動は危険で容認できないと非難した上で 今後同じような行為があった場合は罪に問われる可能性があると警告しましたこの一方でギラード首相は捕鯨をやめさせるには法的な手段が最適だと述べ国際司法裁判所などの場で調査捕鯨の廃止を求めていく立場を強調しました